にちは。平塚児童センターのふみちゃんとゆめちゃんです。みんな熱中症を知っていますか？熱中症になるとこんなことが起きるんだよ。なんだか気持ちが悪いな。吐きそうだ。よいしょ。ああ、暑い。いただきます。朝ごはんはしっかり食べよう。帽子をかぶろう。水分をこまめにとって。熱中症に気をつけて、暑い夏を乗り切ろう。